私の今の仕事は、サプライチェーンディレクターとして、サプライチェーンの関係のお仕事をしています。まあ、サプライチェーンといってもあの、幅は広くありましてあの、製品を製造のところから最終的にお客さんのところまで行く、この一連の流れをサプライチェーンと言いまして、その中で、まあ カスタマーサポートだったり、調達だったり、ロジスティックスだったり、分析だったり、いろんなことがあるんですけれども、これの一連をすべてあの見るという形でのお仕事を今はやっています。